11月12日俺の田舎は山あいにある個数十個ほどの小さな村毎年11月12日は夜半過ぎには全ての家の人が消灯して床に着くなぜかって100年ほど昔明治時代貧乏な身寄りのない小敷兄弟が村に流れ着いてきた冬間近の季節妹は弱ってすぐに衰弱死した妹が死んだ何か食わせればまだ間に合う食い物をくれ 生き返るはずないのに。真夜中の村を妹を生き返らせたい一心で、少年は駆け回った。少年のあまりに凄まじい様子に恐れをの,のいたご先祖たちは、戸を固く閉ざしただ震えていた。翌朝、兄は妹のムクロの傍らの木の枝で首を吊った。その翌年から毎年、11月12日の真夜中。たったたったたったどん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 。その少年の音 無念を晴らしきれずに、村中を駆け回るようになった。俺も、小さい頃は空恐ろしく、その日は8時には床に着き、なるたけ12時には夢の中にいるよう心がけた。しかし一度だけ、2階の自室から、外の様子を覗いていたことがあった。好奇心だった。真っ暗な部屋のカーテンの隙間から、家の近くにある街灯の辺りをじっと観察する。夜半過ぎ、2つ隣の家の戸口をたたく音がする。どん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 。 次に、隣の戸口を叩く音。たッタ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 ッ。暗闇から突如、街灯の光の中に現れた影。来た。街灯に照らし出された、その少年の目はカッと見開かれ、鬼のようであった。ボロボロの布切れをまとい、草履も履けずに。骸骨のような細い手足が印象的だった。ふっと、その少年の顔がこちらを向く。俺に気づいたのだろうか。 街灯をものすごい勢いでよじ登り出した。わあ慌てて布団に潜り込んで、息を潜める。と、部屋の窓ガラスを、どんどんどん、と叩く音。ブルブル震えながらも、その少年が立ち去るのを待つ。10分、20分、もう大丈夫だろう。少し布団から顔を出して、カーテンの隙間を見る。そこには、窓にへばりついてこちらを睨んでいる少年の裏しに顔があった。 身動きできずに目もそらせない。油汗だけがだらだら頬を伝う。しかし、その少年は何をするともなく、やがて寂しげな表情を浮かべると闇の中へと消えていった。しばらくして隣の家の戸口をたたく音。翌年からその日だけは両親の部屋で一緒に寝るようになった。今年もおそらくあの少年はやってくるのだろう。 二度と生き返ることのない妹を生き返らせるために嘘のような本当の話。